それでは決勝に進出した選手をご紹介いたします。現在年間ランキング7位、知野真澄プロ。対しますは現在年間ランキング1位、浅田聖吾プロ。それでは2スローの後に決勝戦を行います。クリケットオムレチ、オムレチクリケットオムレチ、クリケットクリケットチョイスの3セット中2セット進めとなります。それではパーフェクト男子宮崎大会決勝戦スタートです。 데뷔전 5 게임 데뷔전 5 19번高柳翔さんが上がっております。コントロールまでお越しください。プレミアシングルスマチカード上がっております。川越義人さん、川越さん、柏木弘さん、マチカードが出ています。優勝は浅田聖吾プロです。おめでとうございます。はい、それでは優勝されました浅田プロにインタビューしたいと思います。あ、浅田プロこの辺でお願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや、本当今日の決勝はとても素晴らしかったと思います。今のお気持ちをお聞かせください。はい、パーフェクトでもこんなに最終フルセットまで行くことあまりないと思うんですけど。いい試合を見てもらえたかなと思うんでありがとうございます。はい、そして今ですねもう年間1位を浅田プロは決めまして、で来週からは、PDC の方に、日本を代表して出場されるということなんですが、今のその時行く時の意気込みをお聞かせください。はい、今日応援してくださった皆様の気持ちを持って、ちょっと角があるかもしれませんがそのパーフェクトを応援していただいている皆様の気持ち、この団体を持ってそれを背負って PDC の方にぶつけていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。皆様遅くまでありがとうございました。今日は、応援していただいてそれがすごく力になりました。これからもパーフェクトよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、優勝されました浅田プロです。おめでとうございます。それではこのまま表彰式に参りたいと思いますので、入賞されました選手の皆様